ヘルスケアのビッグデータ分析事業として健康教育ですす健健健康康康相談事事業業の推進事業を行っております健康は個人の責任ではなくて環境の責任が大きいと思う経験や勘で言っていたところをデータがあると言えるので健康にまつわるところは全てやろうと思っていてずっと小さい頃から剣道をやってましてで剣道の恩師が大好きで第一、えー、俺はがんになったと、えー、人がどうやって死を迎えるか、まあ、検診さえ受けてればね 全員が健診を受けられるような子を作ろう、世界一の健康な町を作りたいと思っていますできると思っています。 ISEC の事業内容については、4つ、主に4つの事業で展開しています。1つ目は、ヘルスケアのビッグデータ分析事業として、自治体や企業に眠る多くの医療や健康に関わるデータを、我々の方で預かりまして、匿名加工した後に分析をして、それぞれの傾向や対策をしっかり講じれる仕組みを作っています。つ目ははオンンライン健康教育ででです要は小学校であったりとか会社で 健康に暮らすための手段や知識というものを学んでないんですよね会社様や地域を通じて正しいエビデンスに基づく健康教育を届けていく仕組みを作ってます三つ目が、えー、オンライン健康相談事業ですね、はい、オンライン健康相談事業は自宅にいてもスマホ等があればスクリーニングができて でメンタル不調でうつ病症状が高い方はその場でホテル予約みたいな形で予約をして精神科医とつなぐというスキームを作りました今後はもう少しメンタルヘルスだけではなくて健康全般の支援をしていくような仕組みを講じていこうということで今あの新たに開発を進めているところです4つ目の授業ですけど健康経営の推進事業を行っております健康は個人の責任ではなくて環境の責任が大きいと思ってまして 会社から健康になる仕組みを作ろうというところで考えています。で、会社の経営者からすると生産性が上がったりとか人材採用がしやすくなるというんですけれども、もう少し県としても健康経営を進める機運を高めようということで、アイセックではまあ新潟県や各メディアの方々と連携して多くのセミナーとか周知をかなりあの取り組ませていただいています。健康にまつわるところはすべてやろうと思っていて、新潟から。 生きていると自然と健康になる仕組みでそのそれをこの街全体で作っていきたいなと思うのであのちょっと言い方を変えると世界一の健康な街を作りたいと思っていますできると思っています。えまあ自治体の多くのヘルスケアビッグデータ新潟市や新潟県さまざまなデータを我々は使ってますけれども。 それ以外に企業のデータも扱ってるんですけれどもそそれぞれぞこに課題があるんですよねただ課題を一人の人だけを見,見ていてもそこに課題は見えないんですけれども多くの方々の経年で見たデータをしっかりこう分析をしていくと傾向が見えていくのでこのグループこの層の人たちにはこういう課題があるなっていうのは明確にデータを見ていくと分かります。今までででお医者者様であったり学者の方々が経験や もしかしたら言っていたところを根拠をもとに扱えるのはやはりデータがあると言えるのでそこはあのやればやるほど私たちがこう挑戦を重ねれば重ねるほど。 あの課題は見えますし解決策もそこで浮かんできますしっていうところにつながるんだと思います。事例で言うと新潟市に市民80万人約80万人のデータのうち50万人ほどのデータを我々が受領してそこから各数年間のデータを受領して解析しました。 レコード数で1億レコードというまさにヘルスケアのビッグデータになるんですけれどもそういうものを解析していくとあの新潟市,民市のいろんな課題が見えてくるわけですね新潟市は政令指定として比較をすると脳梗塞死亡者割合が全国でワースト1位というものが データを元に見えるわけですねただこう可視化するだけではなくて可視化したものに対してどう対策を打っていくのかという政策の提言まで我々の方で行わせていただいております手段としてはその統計学を活用して生かしていくっていうのもありますし医学的な知識があるとそのデータを生かすにはやはりデザインが必要なんですよね研究するデザインをどうデザインしていくかっていうのが重要なんですけどもここはこう多くの研究を重ねてきた先生方じゃないとどういう研究デザインが当てはまか あるかっていうところまで導くのはなかなか素人の方では難しいので新潟大学医学部が保有する多くのエビデンスの活用のしがいのある場所なんだと理解していますねビッグデータのことに関して言うとこのコロナで何が変わったかというと全国民がこの健康に対してデータを間近で見る日々が急に強制的に与えられたわけですよね今までエビデンスエビデンスと言ってもエビデンスって何って話だったんですけれども毎日この 感染者数が発症されたりそれはなぜこう起こってくるんだっていうものを公衆衛生学的にいろいろニュースでも流れてくる環境になったので国民の,そのヘルスリテラシーっていうところまではいかないかもしれないんですけどもデータに関するリテラシーが一気に上がったので我々がやってる事業のイメージ図っていうものが自治体様や企業の方々と共有しやすくなったというのは大きな転換期だったとは思います。はい 人生ののターニンングポイントはその15歳歳と30歳ですね私15歳から健康診断に興味を持ってましてずっと小さい頃から剣道をやってましてで剣道教室にいたんですけどもその剣道教室が大好きで,で剣道の恩師が大好きで,であの剣道の恩師とは釣り行ったりとか剣道以外にもいろんな楽しい思い出があるんですけどもその先生が私が中学校に上がる時13歳の頃先生が47歳の時に 口頭がん発症しましまて今でも忘れないですけどもその先生がうちの自宅に電話をかけてきてくださって「第一俺はがんになった」と「これから病院に入院する」「今まで通り稽古もできないし遊べないごめんな」っていう電話だったんですけれども当時は何かわからなくて「あんか大変そうだな」と思ってたんですけども先生が大好きだったので西区のイカラシというところから県立がんセンターという白山まで。 2週間にに回幼馴染と一緒に自転車でで通ってたんですね当時はその先生が好きで会いたくて会いたくて言ってたんですけれどもでその先生が最後亡くなる前の1か月前に僕と幼なじみをがん、まあ、センターの,その待合室に急に呼んでもうその先生はもう死間近だったんですけれどもそのまあ当時49歳の大人が大粒の涙流して中学3年生の男の子2人を目の前にして。 俺はもう1%しか治らないという手術を受けることにしたで死にたくないんだっていう話をもうずっとくそを喋るわけですね。で涙流しながら喋ってるんですけども結局その後1か月後に手術を受けてその先生は帰らぬ方となったんですけれども、えー、人がどうやって死を迎えるか後悔して死んでいくのかということをその先生から学びました。でただそのの先生の亡くなる 葬式の時に奥様が「まあ、検診さえ受けてればね」って一言をポロッとおっしゃってあなんかその健康診断さえ受けてれば先生はこういう最後を迎えなくてもよかったしこんな苦しい思いしなくてもよかったしこんなに後悔しなくてもよかったんだって思うと健康診断をもう世の中全員受けちゃえばいいのにっていう、まあ、当時は本当に純粋な思いですよね。15歳ななのでで右も左もも左分かんないですけれども 全員が検診を受けられるような子を作ろうって思ったのがその先生の,葬儀の終わったた夜からでした今はそういう原体験をもとにいろんな挑戦を進めていてやはりこう目の前の人たちから逃げずに立ち向かって挑戦を続けられることが原体験があるからなんだと思っています。で15歳はその剣道の恩師の師ですし30歳の時に東日本大震災がありました。 2011年3月11日たまたまそれ東京で見てたんですけれどもたまたま東京にいる僕はのほほんとテレビ見ながら生きてるわけですけれども行きたかったのに行けなかった多くの方々があの津波に飲まれたりとかいろんなこう亡くなり方をされてるわけで,でその時にふと思ったのは今生きてるならでそして将来やりたいことが明確にあるなら数年後じゃなくて今やっちゃえと思って。うん で2011年3月11日の確か1週間後くらいに当時勤めていた会社の社長に直談判して前から言ってたこの会社の事業モデルをもうすぐ作ろうと思うって話をして応援してくださいって話をし2011年6月1日に1社目を起業しましまたなのでその30歳がターニングポイントです。まずはあの 基本には忠実に考えてまして ISEC が立ち上がった経緯であるヘルスケアのビッグデータをしっかり分析をしてでさまざまなこれから新たな時代に即した事業を展開していくと思うんですけれども研究デザイン事業のデザインをしっかりして、えー、事業をこう実証を行いながら文化を作っていきたいと思いますしでこの文化を作るのはフィールドはやはり新潟です。これで作った文化を 新たに新潟モデルとしてしっかりに全国また全世界に提供できる仕組みを作っていきたいと思います日本は健康診断という文化が法律に定められたまあ文化があるんですけれどもこれが世界に目を向けると実は世界にはない地域もまだまだ多いですでこれを健康診断という一つのキーワードをもとに多くの世界,世界の各国で導入できる仕組みは作れると思いますし私たちがやっている例えば e ラーニングの教育であっても、検診と e ラーニングをセットにすれば、各国の世界でも通じる仕組みができるので、しっかりと作っていければと思っています。今、多く、私も今、この創業支援であったりとか、インターンも受け入れていたりとか、様々なこう学生たちや若い人たちと触れ合う機会も多いです。で、必ず伝えているのが、あの、やりたいならやってしまえということをですね。で。 あの大体私も若い頃そうでしたけれども一歩踏み出すときにやはり勇気が要りますしその時にブレーキになるのは失敗するイメージや、えー、やらない言い訳を自分にこう課せてしまうんですけれどもそういうものは全部取っ払って今失敗できるのも今しかないので失失敗敗できるうちに失敗した方がいいと思っていますでそういう意味ですと若い人たちには失敗とかやらない言い訳とかはせずに まずやりたいって本気で思っていならやってしまえっていうことですねただそこで一歩踏み出さないならその思いもそれまでなのでやるなって言ってます半端にやるなら周りに迷惑かけてしまうので自分だけの人生ですけども周りにかける影響もしっかり理解した上で一歩踏み出すことが社会人として大人としての責任だとも思うのでその自分の中で完結できないものがあるのであればやるなと言ってますはい 偶然然の出会いいは全て必でであるという言葉ですでこれは私の先のコロナの話もそうですし今アイセックが立ち上がった経緯もそこからこういろんな応援してくれる方々が新潟県内で多くの方が本当に協力してくださって今があるんですけれどもみんなやっぱりこう偶然であってでも数ヶ月後数年後に思い返すと あれがやっっぱ必然だだたんだないいうのはすすごい感じます多分このインタビューもおそらくこれが必然だったんだと思いますしこれを見てくださった方がじゃあ一緒に何か一緒に挑戦してみようかっていう方がもしかしたら一人でもいるっていうだけでもこのインタビューはその必然にあたるんだと思うんですよね。なので偶然は全て必然であるっていうものは本当に大切にしている言葉です。